クリエイティブマンのウェブサイトをご覧の皆さん、アウトレジの丹下です。阿部です。安井です。直樹です。今回のライブはアウトレジが発信します、ニューウェブオブブリティッシュヘビーメタル40周年リスペクト企画として一夜限りのスペシャルライブをやります。ライブに参加していただくためにはですね、5月8日にタワーレコードで、完全限定販売となるアナログ7インチ EP アックスクレイジー、A 面がジャガーのアックスクレイジー、 B 面はエンジェルウィッチのバホメット、このねアナログ EP を、買っていただくんですけども、サウンドハウスセット、EP と T シャツ、非売品 T シャツ、そして5月18日にタワーレコード渋谷地下1階のカップアップスタジオで行うスペシャルライブへの、ライブ参加券がついているサウンドハウスセットを、皆さん買ってください。サウンドハウスセットはタワーレコードで、もう予約受け付けておりますので、売り切れる前に皆さんぜひゲットしてください。よろしくお願いします。ニューウェブ・オブ・ブリティッシュ・メタルといえば、トレージの作曲の時にめちゃめちゃお世話になってて、エンジェル・ウィッチとか何がありましたかね、タンクとか、まあ一言で言ったらこれだね。そうニートレコードニートレコードわからん、あね、うん、あトレードマークニートレコード、あまりにもいろいろ借りすぎて向こうに貸しができたね、うん、そう意味わからんけど、もうお世話になりっぱなしでね、そのもう40年も経ったかなかっていう感じもするけども、いまだにね新鮮で改めて聞くと、おかっこいいなみたいな、そういうバンドいっぱいありますね。ハロージャガー、ジャガーベノム、なんでそういう順番俺だよアウトレイジ、今ね、黒沢フィルムスタジオっていうところで、実は撮影を終了したところです。ジャガーの、ね、アックスクレイジーを、PV 作りました、皆さんぜひ見てください。かっこいいね。5月18日にタワーレコードでライブやらせてもらいますけど、もちろんこのねアックスクレイジーとか、エンジェルウィッチのバフォメットやりますけども、他何をやろうかね。当時やってた曲が面白いんじゃない、タンクとかタイゴーズバンダー、その辺は簡単だね、簡単なやつやろうか。好き嫌い。簡単なやつ。ガキの頃にやっとった簡単なやつ。カバーできるかどうか。何曲か多分やると思いますので、バンドでちょっとね、何がやれそうかちょっと考えておきますので、皆さんお楽しみに。